はい、というわけで久々の普通のラジオもどきやっていきたいと思います。まあ結論から言いますと、ファイアーエンブレムイフの限定版が無事手に入りました。よかったよかった。ね、ここにあります。結構でかい箱に入ってましてね、中には、まあ、イラストワークと、まあ、ソフトが2つ入ってるやつですかね。ゲームソフトが入っておりました。まあよかった、手に入ってかなりね出遅れちゃいましたが、これからねプレイを楽しんでいきます。そしてですね、付録のねファイアーエンブレムサイファーのカードが含まれております。ここにありますね、アリティアの王子マルス、アリティアに自由と平和を取り戻すまで僕は立ち止まりはしないみたいな、テキストが書いてますね。まあルールは詳しくないんですが、まあカードゲームって結構ね好きなんですよ。こういう光ってる、これ光ってるんですよ、完全ホイールカードです。ホイールのマルスですね、ホイですね、マルホイです。うん、だからねやったーって思ったんですけどね、初期傷でカードへこんでるんですけどこれマルスくんの、マルスくんのねサイド、うん、側面が陥没しておりますね。これ結構致命傷ですね。これいわゆるあの買取拒否されるぐらいの傷がついてまして、私としては涙ちょちょ切れといったところでしょうか。うん、仮にねあのオークションとかに出すにしてもへこみがありますので、ノークレームノーリターンでお願いします的なことを書かなければならないんじゃないかな、多分きっと。で、これ2枚目なんでしょうね。2枚目ちょっとスライドあんまり開けたくないんですよね。使う予定のないものをこの袋閉じから出したくないってなったら、マルスをそのまま後ろのカードが落下するよりうまくスライドさせる必要がある。いけるか。あ、青いのがちょっと見えてきた、来た。あ、ルキナですね、後ろにあんの。ということはダブルマルスですね、これ。クロムはなくはないんじゃないですか。クロムは、あ、2枚しか入ってないですね。クロムないですねクロムはなくはなくはないようです。ないですね、クロム。残念なことに。ルキナ出世したな。なんで主人公のクロムよりもそのなんでもないですまあゲーム発売してからね結構経ってるからあんまり気にしなくていいかもしんないけど、うん、まあそんなわけでファイアーエンブレムイフを、まあ、この度買って、そしてですねその初見プレイの動画を投稿していきたいと思いますが、あのここで一つ重要なお話がありまして、ゼノブレイド今止まってますけど、あ、こちらについては再開をお約束この場でいたします。うん、お約束いたします。文字じゃなくて私の口で今言いました。もうこれもしも復活しなかったらもう全部動画吹っ飛ばして、もうあの店じまいするんで、店じまいね、もう撤退する、夜逃げするんで、夜逃げで。そうですね、何言おうとしたんだっけ、忘れたわ。あ、そうそうそう、ゼノブレイドの時はため撮りしすぎてデータ吹っ飛んでなくなったのと、普通に楽しみたいってなって動画が途中でね作るのやめたんですよね。それを差し引き、自分で遊びたいからもういいや録画ってなって、最終的には録画しなくなったんですけど、今回も可能性はあります。なんでその時は許してください、許してください。それぐらいゲームが面白いということでね。え、そこまでのゲームなのか、じゃあ買おうかなって感じにポジティブに解釈していただければね思います。実際ファイアーエンブレムのね、もう完全初見の実況となると初めてなんですよ。なんで死傷者は出ると思います、多分まあその分ね、どういう風に扱っていくかとか楽しめれたらなと。で、最初の難易度はハードでやりました。ルナティックはね、多分初見だと無理だと思う。無理というか、動画向きじゃないんですよね。かなり考えないといけないのと、リセットしまくらないといけないから。ルナティックはなんかリセットしないといけない感じの印象ですね。はい。なんで、なんでしょう。ハードで、ノーリセで、ね。普通だとイケメンと、ね、少女を育てておけば、最終的には強くなってクリアできるファイアーエンブレムですが、今回はどのような感じになるのかを楽しんでいただければなと。そして途中でねシリーズが止まったら、あ、こいつもう初見を動画じゃなくて自分で楽しむ気だなとね思ってもらって、クリア後をお待ちください本当ね、どうなるかわからないんでね。まあでも意外とねこれ独り言言ってる方が
根詰めてその姿勢悪くならないからいいかもしれませんね。うん、のびのびとできるから、まあ、そういうツッコミを楽しみながらやっていきたいと思います。それではファイアエンブレムイフね、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。っていうか宣伝でしたね。普通の話じゃねえじゃん。パズドラのね、パズドラに興味のない人からすればようやくまともなね、普通のなんか多少は違う話題が来たと思ったらこいつ宣伝かよみたいな。うん、次回は普通のにします。ありがとうございました。終わります。